あ、すみません。さっきこちらのコメントを読んでなかったですね。ユーナヤさん、えさん、日本は今日も暑いですよ。えさん、千と千尋の神隠しが来年イギリスで舞台が上演をされるみたいです。うん。え、イギリスで舞台が上演されるみたい。なるほど。日本人のキャストで日本語での上演だそうですよ。え日本語での海外上演としては史上最大規模で3ヶ月だそうです。すごいですね。でもイギリス人の人が日本語わかるのが気になりますね。 うん、えこれは、え舞台画っていうのは、これは映画ではなくて、なんかあの舞台演説かなんかやるということなんですかね。これは、今知りました。うん。ベルギーでもやるんですかね。うん。なるほど。 あ、マイク・ブラキラさんのこちらのコメントも、かぶくんこんにちは。今、中国が豪雨で大変らしいですよ。うん。北京の天安門フィルバまで冠水しています。140年ぶりだそうです。え中国は世界各地でバラスターをしている天罰かな。えできるなら、核弾道ミサイル基地が水没してほしいですねえ。人の不幸を喜ぶ性格の悪い僕でした。うん。なんか結構中国でもなんか大雨が起きてるらしいですね。あとなんか大仏がなんか燃えたりとかなんか、 あったんですけどもあれは、あのな、なぜでしょうかね。あのね、大仏の周りの建物が全部燃えちゃって、金、ね、箔に塗ってあった大仏も、なんか剥がれ落ちてしまいましたね。うん。あれは、人為的になったんでしょうかね。うん。不思議な気がします。うん。 えー、テラ様よろしくお願いします。アイラの表紙届きましたね。うん。赤いお花をバックに、えー、赤いお洋服の羽生選手。セクシーな眼差しがたまりません。えー、目元にアイシャドウを入れてますね。とっても綺麗。で、昨日から浴衣の羽生選手、キャプテンの羽生選手、赤い貴公子の羽生選手。もうクラクラしちゃいます。でも幸せ。うん。ね、すごいですね。今日もお祭りだったんでしょうかね。うん。でもなんかこうやってあのアイテムとかも届きますんで、ね、あの、やっぱり、 あの気分気分は高い状態でしょうかね。うんで、浴衣のこれは注文とかもあるんでしょうかね。うんはい、えー、かんこんばんは。長澤です。よろしくお願いします。昨日から羽生まつりにぎやかですね。うん。あやの表紙見てきました。えー、赤い衣装のゆずくんセクシーですね。ファンデーションはあんまり塗ってないのか。拡大をすると、ほうの二、えー、連覇、あ、ほうの二連 スマホおくろと、えー、口元と、えー、にも、うんほくろあったのだと発見。もちろん、えー、と予約をしてるんで届くのが楽しみです。なるほど。うん、で昨日はスマホ開けると同時にゆずくんが、えー、パイロット衣装でダイ前とマイトを踊っている姿が、えー、突然出てきて。うん、なので え、なり、本物と何回も見返してしまいました。うん。え銀座のグッズもぜひ、仙台も行きたいけれどえ、関西からはなかなか行けない。行った方の感想や YouTube 見ながらいいな、行きたいなと我慢しています。ゆずくんの愛称なら無理やり行く、無理やりでも行くけれど、うん。赤ファントム、バラエティ、ノートルダムほか、ゆずくんのオペラ座までえ衣装は、えジョリーの歴代衣装によく似てるなと、うん。 か思って見ていたんで、やっぱりジョニーさんの、えー、デザインだったんですね。うん。納得を教えてくださってありがとうございました。おげんさんは NHK 総合で、えー、放送予定なんで、えー、テレビ予約を忘れないようにしなきゃ。浴衣姿のゆずくん楽しみですね。うん。ねどう、どういう感じなんでしょうかね。うん。で、この衣装はやっぱりあの赤ファントムの衣装は、ジョニー・ビアーの可能性がやっぱ高いということなんでしょうかね。 うん、これはトニー・ビアーさん本人が言っていたということなんでしょうかね,、うんねまあ、気になりますけどもね。あのうんうんはい、というわけで、えー、とアイラの表紙、えー、赤衣装のユズ君がセクシーというこうファンデーションはあまり言ってないのかなあと、ほくろがあったと発見をしてしまったということなんですね。うん、なるほど。 えー、プーさん、よろしくお願いします。かぶくん、こんばんは。昨日は羽生の日、今日は蜂蜜の日、ディズニーストアでプーさんのキーホールダーを買ってきました。おお、これはお祝,いお祝いだからでしょうかね。で、通勤ルックにつけると大きくて目立ちますが、堂々とファン宣言して連れて歩こうと思います。なるほど。えー、ってことは、比較的大きい感じの、えー、キーホ,ール,ダーキーホールダーだったんでしょうかね。うん。なるほど。 はちみつのプーさんですからね。写真もね、プーさんですもんね。うん。 はい、えテ、ー、ラさん、よろしくお願いします。東京スポーツがノートに、えー、プロ転校した羽生結弦が成し遂げた半端ないことをベスト3という記事を上げています。すごい、そんな記事もあるんですね。ざっくりですが、その、その内容です。えー、3位は、八戸公園のために走った羽生新幹線。えー、プロドグ、八戸公園のために JR 東日本が増便を決定したこと。 うん。駅の、えー、にぎわい、羽生選手の影響力の大きさに驚いたとのこと。2位は、スケーター、地上初の東京ドーム公演。当初の、えー、心配を覆して、ドームはー、えー、満員御礼。全国各地でライブビューイングが開催され、ディズニープラスで海外配信を、えー、あの、された。うん。すごいことですよね。なぜこのような、えー、企画外な、企、え、画、ー 企画な企画ができるのかについての理由は、羽生選手は必ず規定する、想定する数値を上回ってくれるんで、企業や広告代理店から人気が高いんだそうです。うん。グローバルに配信力が、信力が高い羽生選手だから実現された。すごいですね。あの、ディズニープラスで配信って普通できませんよ。うん。普通じゃ本当にあり得ないことなんですよ。 1>, うん、1位は、業天の経済効果176億2300万円え。この金額を算出したのは、山口大学の経済学,経済学部の加藤信也准教授で、加藤信也さんでしょうかね。まさん、也さんかな今日、准教授で、ゼビの学生と10日間かけて、課題評価にならないように、丁寧に計算をしたそうです。うん。愛5回分、126億円、え6億2300万円。 2200万円以上。うん。CM 広告が10本で約21億3800万円。書籍、雑誌、写真集約28億6300万円。 うん、という経済効果があったことが明らかに。そして、この中には拾いきれないものがあるもん、あるので、実際はもっと金額が増えるとのこと。え、羽生選手が動けば、ファンも動いてえ、動いてお金も動く。私もチケット買って愛称に行き、グッズや写真集もたくさん買いました。え、新幹線に乗って現地でお食事もしました。羽生選手を応援したいという気持ちが、日本の経済を元気にしているんですね。ちょっと罪悪感から解放されました。なるほど。 あったんですね。 うん、あの確かに、えーまあ、あの直接的なあの、まあ、お金、まあ、こうなってると思うんですけど、間接的には今もお話しあったように、まあ、新幹線代とかホテル代とかね、まあ、それから食事代とかもあるんで、間接的な分とかも含めれば、もっと倍、もっとかなりの金額になるんじゃないかなって思うんですよ。うん、すごいことだなって思うので、貢献も皆さんしてますよ。これファンの皆様の貢献もすごいという証拠ですからね。ディズニープラスの配信って本当 すごいと思いますよ。うん。はい。えー、ということなんで面白いですね。あのプ,ロにプロ転向した羽生選手が成し遂げた半端ないことベスト3あり。ありがとうございます。すごくいい話でしたね。うん。ねいさん、よろしくお願いします。羽生くんが踊るダダイイナマイトをプロダンサーの あなたさんという方が細かく解説してくれています。えすごく褒めてくれてますよ。うん。えめちゃくちゃ勉強になりました。株君もぜひ見てね。うんえ。これ気になりますね。アトラ、ダンス、えー、スクール。なるほど。ちょっとこれ確認しています。これ YouTube でしょうかね。うん。なるほど。うん。はい。では、皆さんありがとうございました。